方向転換もさ、結構タイミングが重要で、例えばこの辺でこう方向転換してもあまり意味なくて、こう板でサバイバーから視線が切れた瞬間にこうやって方向転換すると、サバイバーから一瞬キラーの姿が見えないから、まあ引っかかりやすいフェイントに。なので方向転換するなら今みたいにサバイバーからの視線が切れたとこでこうやって、みんな引っかかるっしょ。お、今日はハッチュンが強っ。ベルモさんと雨と向きを使い分けるんですね。